田駅。この駅から武庫川線が出ています。終点の武庫川団地前駅まではわずか 1.7 キロ。2両連結のかわいい電車が走っています。武庫川駅を出て電車は武庫川という川の堤防の下に沿って走っていきます。ところが終点の武庫川団地前駅に到着する直前、電車は川から大きく離れてカーブします。それまで堤防に沿っていたのに終点の手前で大きく川から離れていくんです。実はこれには理由があります。さて、あなたはそれがなぜだか分かりますか？1番、駅前にあるスーパーマーケットを避けるため。2番、武庫川団地の中央に近づけるため。3番、武庫川を横断するため。正解は3番の武庫川を横断するためでした。線路が大きくカーブする理由は武庫川を渡るためだったんです。武庫川線は第二次世界大戦の時に今の武庫川団地の場所にあった軍需工場と今の JR 甲子園口駅との間の軍需輸送のために作られたのが始まりでした。なんと蒸気機関車も走ってたんですよ。さらに武庫川を渡って尼崎沿いの軍需工場までつなぐ計画だったんです。